高知学科1年生ピンと申します。ベトナムから来ました。私は日本語の両試験 N3 に合格することができました。今私の感想はとても嬉しいです。1ヶ月先生から宿題もらって毎日勉強して N3 もらって頑張りました。12月までに N2 合格したいです。これからの目標です。頑張ります。